兵庫県阿公市佐古市にある古墳。佐古市裏の鍋島を見下ろす標高79メートルの丘陵の頂上に位置する。名称の由来は、形状がヘタがついたみかんに似ているからとされる。しかし、頂上付近の樹木の密生により、由来となった形状は確認しづらくなっている。古墳時代中期に作られた直径38メートル、高さ4.5メートルという大型の円墳で、 噴球には吹石が施されている。古墳は大秘神社が管理しており、1975年3月18日に兵庫県の記念物史跡に指定された。また2013年には赤牛市教育委員会が発掘調査速報展において、古墳の周囲で新たに確認された塩墳に関する展示を行った。赤牛市第1巻赤牛市1981年。 234から235ページ。市政施行60周年記念平成23年度特別展。アコの指定文化財アコウ市立歴史博物館。2011年47ページ。アコ市指定文化財一覧。アコ市。2017年2月9日閲覧。土器や木管など、発掘調査速報店ウネ考古館。 阿コ民法平成25年11月16日付第2部一面。ありがとうございます。